でしょうか。北王子です。ここですね、今現在地、ここですね、鴨川。とりあえず出るしかないですね。ここはまさにイオンモールじゃないですか。もうイオンモールの中の何か駅だな。これが北王子駅です。今日はこの北王子駅からまずは散歩行きたいと思います。京都感全くない。全然京都じゃない。ここほら川見えてきたよ。あちらですね、川は。あの川沿いを歩いていけば上賀茂神社行けるんだよ。さあ出ました、やってまいりました、鴨川。どうですか、綺麗ですか。若干色づいてますね、いいじゃないですか。京都らしいじゃないですか。なんか川渡れちゃうよ、あれ。渡っちゃう。反対側行く。違う、行く。でもどうせ渡るんだよね。じゃあピョンピョン橋行くよ。こっから行けばいいの、ピョンピョン橋。ここだ。じゃあ行きますよ。なんか絵が描いてる。絵が描いてる。ピョンピョン橋行ったよ、ピョンピョン橋。すごいです。ピョンピョン橋すごいです。さあ橋を渡って。反対側来ました。この感じどうですか。綺麗じゃないですか。このまま真っすぐ行けば着くんでしょ。そうなの。川沿いを歩けば最終的に着くんでしょ。神賀茂神社で。本当だ、鴨がいた。どうですか、この鴨川の景色は。まさに北王子じゃないか。京都感あるな。さあ来たよ。やっぱ橋がちょっと観光地っぽくない、ほら橋が。北のあの中。ねえちょっと。さあ来たよ、ついに来たよ。そんなに人いないか。なんかイメージしたほど混んでないな。もっとすごい混んでるっていうイメージだ。神賀茂シャトルって書いてあるよ。ここですよ。交差点が面白くないですよ。すごいことになる。なんか情報に適当な。鳥居まで行きましょう。すごいな。存在感あるね。乾杯車。すごくないですかこれ。まあお参りはちょっとご飯食べてからか。ちょっと入り口までちょっと見て。ほら、あいい感じ、すごいいい感じだ。じゃあゆっくりリープンでご飯食べてから神社お参りですよ。いいですか。ここですか。確かに隣だけど。隣だね。今日のランチはここらしいです。一前飯屋リーボン。飯屋じゃないの。一前飯屋なのこれ。わからん。じゃあちょっと行きますか。私ちょっとこの九条ネギの豚肉巻きっていうのをちょっとにしたいと思います。これ美味しい食べ方です。まず最初に中心部分のご飯蓋を食べてください。これが釜飯ですか。これがネギ巻きですか。すごいですね。そしてこちらが大体全容が見えてまいりました。これが銀シャリ御膳の全容です。オープン。おー、じゃあ装いたいと思います。いやお腹いっぱいありました。結構量が多かったですね。鴨大社様やってきましたよ。ついに来ましたよ。やっと観光ができるよ。北
たよ。さあ行くよ。神鴨様行くよ。すごい感じ。いいね。どうですか、神鴨様の感じは。結構あるね。今で参道が。参道が綺麗ですね。あそこに馬がいるわ。仙宮ですね。おお。参道と。馬さんに人参100円であげました。さあ行きますよ。いやすごい感じ、見てこれ、すごい。いやすごいね、やっぱりこう見るからね。ちょっとこれ、これなの、これすごいな。これすごいね、これ。これ何ですか、うん、この砂が持ってあるの何ですか、これ。あ、ここに書いてあるんで意味が。縦砂。神様が降りられた。神様が来る場所なんじゃない。清めの砂の始まりである。素晴らしいですね、この御神は。最後のページに素晴らしい御神です。手水が美しい、見てこれ、この飾り。そして手水ですよ、美しい手水ですよ。しかも名水ですよ、ね、高山湧水ですよ。長寿橋ですよ。神鴨神社ってこんななの、すごい真っ赤じゃん。こんな真っ赤なの、雲別来神社。すごい真っ赤じゃん、こんな真っ赤。ここか、ここなんですね。すごいっすね、世界文化遺産だよ。行ってまいりました。ここで特別に行ってまいりました。お祓いを受けました。まさに神が宿りました。すごいんだけど、竹細工がお見つけ娘になってる。いや素晴らしかったですね。神鴨神社どうでしたか。素晴らしいですね。やっぱ親子だった。下鴨と親子だったことは全く知らなかったですね。お願いしますよ。ということで今日は北大路駅から散歩しました。ランチを食べて、そして神鴨神社お参りしました。この辺でお別れしたいと思います。さよなら。